はい、坂崎幸之助がお送りしてますスケーズトランスミッション、もう今年最後の放送ですけどもね。まあいろんなことのあった1年というのは毎年年末になるとね思い出すと、これもそうかこれもそうかってなりますけど、個人的にはですね、まあ人生初の胃カメラってのありますよね。これで一皮むけた大人になったと思ったらですね、お前は寝てただけだろって言われてすいませんでした、まだ大人じゃないです、起きてたら絶対無理だもんだって、それは一生無理ですよ俺は。はい、あとはそうですね、写真展もすごい印象的でしたね。今年3回やらせていただいたの、途中のあのフォトズーがありましたからね、夏のイベントの時にね、あれはあの動物の写真ばっかり200枚以上かな、ダーンと並べて楽しかったですね、あれもね。あとはギターで言うと、今年はあのこの今今日も持ってきてますけど、この42年のトリプルOの28、これは当たりでしたね。当たりっていうのは持ってたんで、前から持ってたんだけど調整したんですよ、直してもらったんです、いろいろと、あのネック指板を剥がしてですね、全部もう一からやり直して、弾きづらかったし、あのフレット音痴になってたし、ネックも反ってたしね、音も良くなかったんですよ。だからそれが生き返ってですね、このリバーブ感すごいよね、ほら、これがすごい、残ってる音がすごいよね、ほら、なんかあの階段のほら踊り場で弾いてるようなリバーブ感が、普通のアコースティックギターなのにこんなにリバーブが効いて弾きやすいし、これでこ今回のだから、レコーディングが使いましたね、これ、新曲2曲ともこれ使ったかな、両方ともね。3月かディアビートルズがあった後にチャートの登録がありましたね。あそこはどこでしたっけ、埼玉スーパーアリーナのとこのトイロだ、10人トイロのトイロってとこですよね、トイレじゃないですよって言いながらやってましたね。そうだ、であのグループサウンドやったりとかね、2人でやってましたけど、チャーのさ、なんだっけ、テレビ出たじゃない、チャーミーツ、チャーミーツだっけ、坂崎幸之助とチャーミーツなんてらかんて、あれってすごい再生されてんだよね、あの見てるというあのアップされてんだけどさ、結構ねみんな面白い面白いっつってね見てくれてるみたいですよ。はい、まああの個人的というよりもアルフィーとしては、まあ、夏のイベントがあったりとかですね、はい、久々の夏のイベントよかったですね。これもたくさん皆さんからメールでいただいてます、今年の三大ニュースの中に入ってるみたいですね、ありがとうございます。それとナックファイブで言うと24時間の特番ありましたですね、特番があってアルバムが出て、でもって今度お台場フォーク村だ、お台場フォーク村はももクロ、ももクロ氷川くんっていうのはやっぱすごかったなこれはやっぱりね、なかなかできるもんじゃないですよ、お台場フォーク村ならではっていう感じがあって、あれなんかさ、菊池 P もさ、あれですよね、あそこでやってみてうまくいったら他の番組でやろうかみたいなそんなちょっと実験台みたいなさ、お試し場みたいな感じあるよね。でもそれはあのあそこならではだと思いますよ、やっぱりいきなり地上波とかではね、きつい組み合わせとかありますから、それをやっぱりあのお台場フォーク村でやってみたりとかですね、ゲストに呼んでみたりとかね、井の頭地区温暖なんか呼んでみたりとかしてですね、だから、来年もなんかそういう意味では新しいアーティストか、ちょっと僕が気になってるアーティストとか、なんかコラボしてみたい人とかですね、あったら呼んでみたいな。どうせまた発売するときは演目を知らないうちにみんなチケットを求めたりね、買ったりとかってことになるかもしれませんけども、でもまああんまり外したことないでしょ今まで、それなりに楽しめてるとは僕もね自負してますんで、ね、楽しい、イベントになると思います。まあ先の話だねそれは、まだまだね、はい、今年もなんか慌ただしいというか、まあ慌ただしいことは充実してるってことですよね、なんか次から次へとっていうのはもう毎年そうですけど、忙しい慌ただしいっていうのはなんか自分に合ってる感じがしますね。暇になってても何もしないもん、きっと、いいと思いますこれは。